勝利の影に潜む失策。森下のタッチアップ不発で岡田監督が愕然解説者たちが激怒。スタート切るべきだった。サードコーチャーの責任。阪神が延長戦を制し、日本ハムに勝利した。両チームで合計14人の投手を投入する総力戦となり、阪神が2位、1で新勝を収めた。 この日は阪神の先発投手、村上庄司と日本ハムの先発投手、細野晴みがそれぞれの持ち味を存分に発揮し、前半から緊迫した試合展開となった。試合が動き出したのは、スコアレスのまま進行した5回裏の阪神の攻撃だった。前川右京が4球を選び、森下翔太のヒットで無視1、3塁の絶好のチャンスが到来。 打球は投手正面に転がり三塁ランナーはホーム手前でタッチアウト一・一・二塁の状況に変わったものの続く小畑隆平が4球を選び一・四万塁と再び後期を迎えたそこで岡田監督は無失点で高投していた村上に変え代打として原口文人を起用対する新庄監督は宮西久夫を投入原口は6球目のスライダーを打ち上げ 打球はライトのファウルフライとなったが、万波仲正がフェンスに体をぶつけながらもキャッチ。このとき、三塁ランナーの森下はスタートを切らず、アウトカウントだけが増える結果となった。この走塁について、18日放送の CS フジテレビ追い、e、プロ野球ニュースで解説を務めた井原氏良太氏は、このフライはセーフティスクイズの後のプレーです。そここでで得点できなかったことが影響し 失敗してはいけないというプレッシャーからの躊躇があったのでしょうこうしたメンタル的な要因もスタートを切るのを妨げたのだと思いますと梅野のスクイーズ失敗が影響を与えたと分析しましたまた万波の方が強いためアウトになるリスクも考えたのではないかと思いますと推測しましたもう一人の解説者大谷昭彦氏は私は守備の体制や風の流れを計算に入れるべきだと思います外の球場なので そのような要要因も考慮すする必要がありますフェンス際まで行ったあの打球ならスタートを切るべきだったと感じますと述べさまざまな要因を踏まえた上で森下は自重すべきではなかったと断言しましたさらに MC を務めた高木豊二は体勢もフェンスを気にしてキャッチしている状況で森下に注目が集まりますがランナーが判断できない時にはサードコーチャーの責任です サードコーチャーには指示を出す十分な時間がありました。一緒に走るつもりで、引っ張っていくくらいの意識でスタートを切らせるべきでしたと、藤本敦史コーチにも苦言を呈しました。この場面で、岡田監督の苦虫をかみつぶすような表情が画面に映し出されました。勝利は収めたものの、この日の戦いが理想の野球ではないことは明白でした。ファンの反応まず フジモンが取ったら行くぞと声をかけるべきだった。責任は俺が取る、と言っていたら、森下も覚悟を決めて走れただろう。矢野さんの時は攻撃的で、ベースの前で近本がアウトになったこともあった。フの指示が消極的になったのは、恩師の岡田さんが監督になったからなのかもしれない。昨日監督に目いっぱい怒られただろうから、次からは積極的に腕を回すかもしれない。 5回2んだ無失点と好投していた先発、村上投手に4、30以来の勝ちがつかなかったのは本当に残念。岡田監督も勝負に出たが、代打原口はライトへのファールフライ、森下もタッチアップできず、満塁のチャンスでセンターへの先制タイムリーを打った近本は見事だったが、2塁ランナーは帰れず、中野は見逃し三振で結果1点だけ、最近調子を落としているのか。 明らかなボール玉に手を出してカウントを悪くし、最後は際どいストライクを見逃して三振する場面がこのゲームで2度もあった。他のだけでなく、他の選手もファーストストライクを見逃すことが多く、ファイターズは初球から積極的に振ってヒットにすることが多かった。タイガースはもっと粘り強いバッティングをするべきだと思う。ファールで粘って4球をもぎ取るとか、最後は相手守備のミスからラッキーなサヨナラで勝てたのは良かった。 テレビで見ていましたが、森下がスタートを切らなかったのを見て、思わず何してん,んと大声を出してしまいました。打撃力が低下している中、せめて総類の判断ミスは避けてほしいと思います。森下がスタートを切っていれば、二塁ランナーも3塁にタッチアップしていたはず。場面が変わるから近本のヒットが出ていたかはわからないが、2点取れた可能性があった。村上があまりにかわいそう。さよなら勝ちも台無し。 岡田監督が叱責あれは完全なミスだと怒号響く甲子園ミスの連発に指揮官の我慢は限界だった阪神は18日甲子園で行われた日本ハム戦を延長11回の末2・1でさよなら勝ち相手の冒頭で決勝点を奪い交流戦を白星で締めくくったものの岡田明信監督は勝利なんてどうでもいいと 度重なる走塁ミスで得点機を潰した自軍に激しい怒りをあらわにした距離にもかかわらず岡田監督の表情には一切の笑顔がなかった延長11回の激闘を制し首位広島とのゲーム差を2点5に縮めたものの監督はひどいなこんなにミスをするなんてと呆れ果てた様子を見せていたそれもそのはず先制した5回には信じられないような光景が広がっていたからだ チーム無得点のまま迎えた無視一三塁の絶好機打席に立った梅野に対し指揮官はセーフティスクイズのサインを送った打球は投手の正面に転がり三走前川は慌てて起塁しようとしたが転倒してタッチアウトとなったさらに一四満塁の場面で代打原口が右斜比に倒れた万波が体勢を崩しながら補給したものの三走森下はタッチアップできなかった セーフティスクイズとは言っても正面に転がったら無理にスタートを切る必要はない森下の走塁はあの体勢で取ってから投げられるかホームにストライクを投げるなんて何を考えてるんだ本当にグラブを伸ばして取ったような体勢で万波の肩を気にしたのかそんなこと肩が強ければ全部ストップするじゃないか岡田監督の怒りは依然として収まらなかった 西満塁から近本の中前打で先制するも2走梅野が本塁を狙わず三塁で止まったことに対しあれは完全なミスだツーアウトで満塁でセンター前のゴロヒットでなぜホームに帰ってこれないんだと語気を強めて非難したチーム打率はリーグ最下位ヒットを打てとは言っていないここまでチーム打率220とリーグ最下位の頻打が続いているため 得点力を向上させるには次の塁を狙うような細かなプレーが不可欠だ打撃が振るわない現状を理解しつつ基本的なプレーさえもできない現状に対し岡田監督の苛立ちは当然である結局役割というものはランナーが出たら1つでも前の塁を狙うことそれが彼らの仕事だそんなのは当たり前のことだヒットを打てとは言っていないそれができないのだから話にならない簡単だ 行け、と言えば終わりだ。行くか行かないかそれが走塁というものだ結局のところ行く勇気がないのだろうコーチも同じく走らせる勇気がないのだこれで交流戦は7勝11敗で終了今年も昨年と同様に勝ち越すことはできなかったが去年も3つ負け越していたのでそんなに大差はないしかしものすごく負けたように感じるがまあよく耐えたと思いますと指揮官 21日から再開するリーグ戦では本拠地で d n a を迎える作季のような隙のない「岡田野球」を見せることができるか選手たちの奮起が期待される。